それでは今回は特別編としてバウムクーヘン積分について触れていきたいと思います数算の積分において回転体の体積を求める時にこのバウムクーヘン積分というちょっと変な名前ではありますが便利な方法があるので紹介したいと思います例えばこの図のような形で、えー、この黄色い部分ですね Y イコール Fx というグラフに対して x イコール αx イコール β と x 軸で囲まれるこの黄色で塗った部分ですねこの部分を y 軸周りに1回転させた時にできるこのドーナツ型の こういうい立体ですねこの体積を求める問題こういう Y 軸周りの回転体の体積とかでバウム空変積分っていうのはよく使えます例えばえこの赤印で塗ったここの部分ですねちょうど X の部分 X の部分ですねここの1回転したもの これをくるっとちょっと抜き取ってみましょうかえ。ここを抜き取って縦にスパンと包丁を入れるイメージでスパンと切って開いてあげるとこのような形で、まあえー、ちょっとめちゃくちゃ細長いカステラみたいな形になることがわかると思います。えーまあ、バームクーヘンの年輪ですよね。1層を ビラッと開いてこういうい形の直方体にしたたとと思思っていいだければと思いますこの時まずこの横の長さどうなるかこの横の長さっていうのはこれを切り開いているのでちょうどこの1周分の円周と同じ長さになるはずです。ということでこの長さは半径が x の円周と思っていただければいいので 2π というふうになります。 そしてこの高さ、高さについてはちょうどここの部分の長さになりますね。ということは x をここに入れた fx という形になります。そしてこの幅ですね、この幅については今この年輪をめちゃくちゃ薄く切っているのでこれをまあ微小な差デルタ x という形で表してあげましょう。えこれ この直方体の体積を表そうと思ったら縦かける横かける高さっていう形でこの3つの掛け算で表せると思いますそしてこの x つまりここの部分ですねこれを α から β まで積分積み重ねていくっていうイメージですのでこの体積 v っていうのはこのような公式で求めることができますこれらの掛け算と思っていただくと 2πx そそして f x そしてて fx、x デルタ x のとこれ厳密な証明をしようと思うとちょっと極限とか使っていろいろやらないといけないのでややこしくなるんですけれども、まあ、公式の覚え方としてはこのような直方体の体積を考えるそしてそれを α から β まで積み重ねるように積分するという覚え方で覚えられるかと思います。 それでではこのの体積の求め方ですねちょっといくつか、えー、解き方がありますので、えー、まず解放12と示した上でバウムクーヘン石を使ったらどういうのに求められるかっていうのを例として示していきたいと思います。 例えばこのような下の図を見てください。y ログ x という関数があってこの黄色で囲まれた部分ですねこの部分を y 軸周りに1回転するといったものを考えていきたいと思いますまず開放位置としてはえ普通にこれを y で積分していくようなイメージですねえなので積分区間は0から1まで。 えそしてまあ、半径が x の2乗だから π x の2乗でまずこの断面の円の面積が求まる感じですねえそれを y で積分するという形ですねでえこれをどうやっていくかっていうと y ルログ x という関係式がありますので置換積分ですね両辺を微分して dy=x 分の 1dx。1 x そして積分区間が y が0から1に行くとき、x はちょうどここからここまでですね。1から e までというふうになります。この積分、痴漢でやってあげると、式がこういうふうに書き換えられて、あとは積分していくだけです。このように求めることができます。続いて解法2。解放2も最初の式は同じなんですが、ここからどうやるかというと、この式ですね。y イコールログ x っていう関係式から、x イコールに直してあげます。 X イコール、e、の、y、乗っていう関係式が成り立っているのでこれをそのまま代入してあげましょう。二乗のところが e の 2y 乗という形になります。あとはこれをこのまま積分してあげると同様の答えが出てきます。 それでは続いててとしてバームクーヘン積分便利なのは先ほど dy だったところはこれ dx になっているのでこれ x の積分で考えることができるっていう感じですね。でただ今回この黄色い部分この部分の回転体を考えたいので x で積分どうやるかっていうとまずこの長方形の回転体つまりまあこのような。 大きな円盤みたいな形ですね、えー、円柱の体積を求めてあげてそこからここの部分ですねここの部分の回転体の体積を引くようなイメージですでここの部分は dx つまり x で積分するのでこのように縦に細かく切って積み重ねていくような積分ですねということで式がこのようになりますまず πe2 乗というのは、えー、底面、えー、ここが半径 e のえ円ですね でこれの円柱になってますのでこんなようなイメージ高さが1ですねなので π る半径の e の2乗かける高さ1でこれが円柱の体積ですでそこからここの部分の回転体の体積を引くのでここの部分の計算はバームクエン積分使ってあげましょう2 π る x 座標1から e までここがそのまま座標が積分区間になるというところが考えやすいところですね えそして x かける f x ですので x かける f x 今回 log になってますあとは今回ここの部分の積分だけ取り出して考えてあげましょうえ部分積分ですね計算してあげるとこのような形になりますこれをここの部分に代入してあげると計算すれば同じような答えが求めることができます はい、今回の例はですねちょっとここの部分ログの積分がややこしかったので少し手間がかかるんですが、えーまあ、関数が逆関数が取りにくい形だったりとかあとその時の積分区間 y 座標が求めにくい時とかね x 座標は与えられてるよっていうことであればそのままそれがここの積分区間になりますので、えー、そういった意味で、えー、y 軸での回転の時にそのまま x で考えたいっていう時にバームクーヘン積分便利に計算できるので是非、えー、使ってみてください。 Today I wanna be the light to lead you where you're gonna be. Whatever you say, you may feel like being alone. Well, I can be the one you on now. The world is yours.